ビュールシュタットは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベルクシュトラセ軍に属し、ビュールシュタットは、ライン側とオーデンバルトの間のオーバーライン、地高体内、ヘッセンリートに位置する。ビュールシュタットは、北を、ビブリス、北東をアインハウゼン、東をロルシュ、南と西を、ラムベルトハイムに境を接している。ビュールシュタットは3つの市区からなる。ボブシュタット区、ビュールシュタット区、 リートローデクである。ボブシュタットとリートローでは、ビュールシュタットから約 1km の距離にある。また、ボックスハイマーホーフもこの都市に含まれる。バーシュタットの名前は、バイソスストテに由来する。ビソーはこの地域を所領とした、フランク人の領主である。ビュールシュタットは、文化的、歴史的にドイツで最も古い可能性がある土地に位置する。 オーバーライン地高帯の肥沃な土地と鳥獣の種類が多いことで、ライン下半には大変に古くから定住者があった。ビュールシュタット市内のザックシュタインと呼ばれる高さ1.35メートルのモノリスはおそらく新石器時代後期のメインヒルである。ビュールシュタットの森にある紛糾からはハルシュタット期に分類される出土品が発見されている。ラテーヌ期初期の出土品の量も注目すべきで、 中には例えば紀元前500年頃に作られた指の模様がついた手作りの酒きなどがある。このほか、ビュールスタットの森の変縁部には広大なローマ人入植地の跡がある。ケルト人が作った町にまで遡るニーベルンゲンの町、ボルムスと帝国修道院ロルシュの中間に位置するビュールスタットにはカロリング町の王領が設けられた。 ロルシュ修道院は764年にカンコール博によって設けられた修道院で9世紀から12世紀にかけてドイツ最大で最も有力なベネディクト会修道院となった。ビュールシュタットは767年11月1日付の寄贈証明書に初めて記録されている。カンコール博の子息ハイメリヒは八十二年にその所領であるボブシュタットを ロルシュ修道院に寄進した。これがボブシュタットの文献上最初の記録である。789年には帝国修道院ロルシュ修道院の所領としてボックスハイマー法府が初めて記録されている。最初この農場はビラ・ウィザリンあるいはウィズライと表記されていたが、1275年にはボックスハイムと記述されている。七十三年の四月末、ドイツ人。 王ルートビヒはビュールシュタットで帝国会議を催した。この会議はデンマーク王ジークフリートの派遣した公使と大モラビア王国のスワトプルクの使者を受け入れるかどうかを話し合うものであった。また、ルートビヒとその息子たちとの和解もなされた。1232年、ビュールシュタットはロルシュ修道院と共にマインツ大司教領となった。 ボブシュタットは1427年にバッテンハイム家の霊園となったが1440年にベータンフォン・バッテンハイムが亡くなるとボルムス司教領になった。ボルムス司教ヨハンはボブシュタットの村とその裁判権を1443年にコンラート・フォン・フランケンシュタインに与えた。コンラートは フランケンシュタイン一門で霊園領主となった初めての人物である。フランケンシュタイン家の統治は1780年まで続いた。1461年にビュールシュタットはプファルツ選定校に七入れされた。1556年プファルツ選定校はビュールシュタットにも宗教改革をもたらした。1618年から1648年の三十年戦争では、 ビュールシュタットのすべての家屋が焼き払われ、その後ほぼ10年間、この村は無人となった。1618年には約700人だった人口は、1648年にはわずか154人になっていた。この間の1623年にビュールシュタットは再びマインツ大司教領になり、カトリックに改修された。 1723年にはバロック様式のセーミヒャイル協会の建設が始まった。1780年、ボブシュタットはフランケンシュタイン家の統治からボルムスの役所であるアムトラムペルトハイムの管理下に移された。1803年にマインツ大使協領が解体され、ビュールシュタットはヘッセン大公領となった。1824年11月3日に、 ノルトハイム付近の開墾地の堤防が決壊し、ライン川が氾濫した。これにより、ボブシュタットは深刻な被害を受けた。1882年に、カトリックの聖ミヒャイル教会の司祭ペーター・イッツェルがヒアトイ労働者に視察された。これにより、ビュールシュタットに悪い評判がつき、メッサーシュテッヒャーというあだ名が付けられた。1936年7月10日、 ヘッセンの世襲農地の村リートローデが初めて完成し、28家族に与えられた。1945年アメリカ軍がビュールシュタットの家屋を摂収し、即日ボルムスに侵入した。1967年にビュールシュタットに都市圏が与えられた。2005年に世界最大規模の屋上型光発電システムが作られた。この年、ビュールシュタットは、 太陽光、ブンデスリーガの1万人から10万人都市カテゴリの優勝都市となった。翌2006年には花の協約コンテストで金メダルを獲得した。さらに2007年2月22日にドイツ最大のバイオガス利用施設が設立された。2008年9月5から7日に第1回メッセエナージャイアットレンズが開催された。 ディートローデの広場ビュールシュタット市議会は31人の議員からなる。ビュールシュタットでは1989年から2013年までアルフォンス・ハークが市長を務めた。2013年2月17日にバルバラ・シャーダーが市長に選出され、同年7月1日に同職に就任した。ロルシュの先端が尖った十字は767年から1232年まで。 ロルシュ修道院に属したことを示す。1461年にプファルツ選定校に、七入れされたことを表すのが、紋章上部の銀と青の斜め格子模様である。ビュールシュタットは1632年にマインズ選定校領に戻され、1803年にヘッセン大校領となった。これを暗示するのが、下部の地色の赤色である。ビュールシュタット駅、五線橋場が、 リート鉄道のプラットフォーム、下が、ニーベルンゲン鉄道のプラットフォームでベンスハイム行きの列車が停車しているビュールシュタットは、ラインネッカーイコールドライエッグの北部、連邦道 B47 号線及び B44 号線沿いに位置する。アウトバーンを利用する場合は、A67 号線のロルシュインターチェンジを利用する。ビュールシュタット駅は、 リート鉄道とニーベルンゲン鉄道の交差する駅である。このため、ビュールシュタット駅からは四方に路線が伸びている。フランクフルト国際空港へは約6 0トルの距離である。ビュールシュタットは2004年以降、物流会社の屋根の上に世界最大の屋根常識の光発電システムが設けられている。この他、ビュールシュタットには RWEAG の 380KV の変電所がある。この施設は1957年10月4日に創業開始した。ありがとうございます。